トミヤさん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。クロでございます。今日はファイナルファンタジー1を、実況していきたいと思います。前回まさかの外の旅に出て、何 あの防具とかも買わないで出て、ただ実はここでなんかいろいろできるらしいというコーネリアの城下町、あーちょっと逃げないね。ここは夢の都コーネリア、なんかいろいろ城下町があったらしくて、そこに寄らずに一気に旅に出ちゃったから死んだという、そういうわけでして、だから今回はちょっと考えて、ここに来ましたということで、住んだ顔映してみましょう。まあ汚い。さあ、小山の顔洗って、どういうこと、どういうこと。待って、とにかくなんかどっか入ろう。ちょっと入れない。逃げないで、私は踊り子、ふふ。どういうこと。選手たちをクリスタルに祝福を。ここどこだろうね。なんか勝手に入っちゃっていいの、人たち。なにこれ。へい、いらっしゃい。買う。ヌンチャク？ナイフ。あ、これ手上げてるのも使えるんですか。杖。これ使えるの何？この鉢って何？鉢ってなんだ？ハンマー。ハンマーいいんじゃない？ヌンチャク、ハンマー使う。攻撃力9。あ、1個でいいです。あと杖、攻撃力とかあんだ。レイピアって何、細身の剣。あ、なるほど、これ使えんじゃない。ヌンチャク、おー、ヌンチャク。待って、誰も、あ、やべ、買っちゃった。誰も使えないのに買っちゃった。ヌンチャクって使わないの？ヌンチャク誰も使わないの買っちゃったよ。どうしよう。いらないよね、これ明らかに。あ、でも いつか使えるようになるのかな。もっとこう。ありがとうございました。言えよ、それぐらい。言えよ、お店屋さんだったら言うべきだと思うよ。ああ、こんな RPG 久しぶりですね。誠に久しぶりで。今度は何だよ、何のお店屋さんだよ。いらっしゃい。服？攻撃、防御力、あ、なるほど。川鎧か。あ、なんか古代エジプトとか使ってそうだ。あー、防御力、これいいじゃん。これは服は、あ、みんな服は一応着れる。防御力1じゃ、全然なんか、いいや。はい、ありがとうございました。一応、いよいよありがとうございましたって。お店なんだから。よし、いて。これ、アイテム使うときってどこでやればいいの？なんだろう、ここ。はい、いらっしゃい。ここに止めると30ギルだよ。いいかな？どうかな？いや、いいです。なんだ、こいつら。装備について、わしが話を聞きたい！聞きたい！そういえば、武器と防具に分けることができる。そこでお約束だが、メニューで装備しないと意味はないぞ。武器は手に持ち、モンスターにダメージを与えるためのものだ。防具は大きく分けると、鎧、盾、兜、コテの4種類がある。鎧は体に着るものだ。ただし、腕輪も鎧なのだ。嘘、マジで？盾は手に持つものは特別な能力を持つ盾も存在するらしい。兜は頭に被るものだ。装備できる、職業のものは装備しておくといいぞ。コテは腕にはめるものだ。装備しておいて、損はないぞ。まあ、そりゃ分かってんだけど。おう？あ、なんかすごいブルってるけど大丈夫？これ使う？ツェイト、大事なもの？レイピア、ハンマー、くさびが、ハンマー、鎖を編み上げて鎧、これどうすればいいの？あ、ここでやるの？メモファイル、隊列？メモファイルってなんだ？あ、いいです。いえ、装備。これで？最強外す素手。いや、装備しようよ、なんか。え？最強？レイピア？あ、なんか持った。攻撃力。素手。最強？最強ってもんこれ。素手。か弱い鎧。装備。かわい鎧か。ハンマー。
あ、これね、勝手に持つの、これ。こいつ最強になってんじゃん。素手。あれ？ナイフとか買わなかったっけ？あ、買ってないか、こいつだけ。耐熱装備、魔法？魔法ってなんだ？よくわかんない。どうしよう。まあいいか。まあこんなもんでしょうと。踊ってる。アイテムについてわしが話を聞きたいです。ポーションや毒消し、何でも装備品、アイテムを使うことで、ただ、効果があるかどうか使ってみると分からない。だぞ、どういうこと？寝袋、テント、コーテージ、この3つはフィールドで使うと HP を回復と、セーブできるの。ポーションと毒消しはいつも多めに買っておくといいだろう。旅の途中でものは大事なものがある。大事なものは持っているだけでいいものと特定の場所で使うと効果が出るものがある。試してみるんだな。オッケー。あー、はい。モンスターいろいろな種類があって、それぞれ苦手なものが、苦手なものを見つけると戦いが楽になる。例えば、水辺のモンスターは稲妻が苦手らしい。サンダーなら魔法が苦手なんだ。武器の中に特定のモンスターの種類に強いものもあるらしい。探してみるといいや。オッケー。魔法についてわしが話をしよう。魔法にしては白い魔法と黒魔法がある。白魔法は回復を主に、黒魔法は攻撃を主にしている。一つの、部位に対し3つまで魔法を覚えることができる。あ、レベルね。別の魔法を覚えたときは今を忘れて魔法を忘れるコマンドを使って忘れてしまう。もちろん忘れた魔法も同じように覚え直すことまで。マジで自分の使い方魔法を考えるといいだろう。え、これは魔法使いたいんだけどな。使えない。まあいいや。さあ行きましょう。行きましょう。こういう、あ、ん？どこか来た？私、ここから来た。ここは宿泊ということか。と覚えとけばいいのね。オッケーオッケー。ここはなんだ？これ実況なってるかな？昔私ははるか東の港町、プラボカに住んでいました。あ、そうか。よかったねー。あ、すごい。なんか踊ってんだけど、みんなどうして踊ってんのこれ。買う、へらしゃい。あ、ポーションと、あ、なるほど、そういうこと。あんまりやると止まれなくなっちゃうから。6個も買うの？そんな、あ、これ2個。毒消し、寝袋、全員体力、あ、これいいかも。2個買っとこう。まあ、いいです。オッケー。あんまり買いすぎるとホテルで泊まれなくなっちゃうからな。あ、メガネス。王女様、助けてください。助けるからさ。ちょっと今その準備して。え、何こいつ。誰も助けはいらないようです。くずけず頑張りなさい。あ、そう。あ、な、教会ね。そういうこと？わかった。オッケー。あ、怪しいおじさんがいる。王様は預言者、ルカーンの言葉通り、光の戦士が現れて、さらわれた王女を助け出してくれると信じています。あ、そうですか。私ですよね、それ。お願いです。王女様、助けてください。お願いです。あなた、どいてください。お願いです。どいてください。あ、どいた。なんか、じいちゃんが裏でヘッコヘッコやってる。なんだこれは、今度魔術師か。どの魔法を覚えていくのかね。これ、金でやるの。手あげてるけど、一人で。赤魔術師、白魔術師、ナイト、赤魔術師、赤魔術師。味方の PA、あー、なるほど。アンデッド絶対に、アンデッド絶対にダメージを与える。味方の防御力8アップさせる。自分の回避率8、ああ、なるほど。味方の一人の、ああ、今回復、誰が覚えるのかね。こやつでしょ。オッケー。これ、こやつでいいんでしょ。ああ、40ギルになっちゃった。あ、お泊まりするのっていくらだっけ。
あ、また戻ってくればいいか、少したとかって。あ、あー、入っちゃった。バカ、バカ、バカ、バカ。あ、ちょ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 い。ここ入ったっけ？入ってません。あ、なんだよ、今度何？あ、黒魔術的な。はい、一体に炎で40ダメージ。敵全体を眠い状態する。敵一体を見やすくして回避率を10下げる。稲妻で、あー、なるほど。でもお金ないからさ、とにかく。さっき100ギルつった？予言、ルカーンは、三日月を目指すと言って、この街で出て行った。三日月？キャ、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 ちょっと待って、ちょっと待って、取りたいよ。ここ行ったよね。ここは行って、このおばさん何やってんだろうね。引っかかってるけど、相当。いい街だ。よいしょ。30ギルか。なんと、ギリギリ。ちょっと。はい、行きます。また来ます。勝手に来ます。あ、通り過ぎた、通り過ぎた。じゃあ今日も泊まろうか。はい、ここ泊まった30、いいから、どうかな。はい、泊まります。おやすみー。マジで？すげえ、分裂した。セーブしますよ、もちろん。ここですね。はい。スティックバー、セーブしました。あー、違う違う。ということで、今日はここで終わりにしたいと思います。皆さんありがとうございました。また次回お願いいたします。では、さようなら。